シリーズ SDGs 北海道から未来へです。全部で SDGs は17の目標があるんですが、そのうちの今日は7番、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにです。道内ではたくさんの乳牛が飼育されていますが、そこでたくさん出るのが糞尿です。この糞尿をエネルギーに変えようという世界初の試みが始まっています。少し世界に誇ってもいいのかなと。誇らしげに語るのはオホーツクのおこっぺ町の波佐間和俊町長です。今日4000人弱の小さな町が大阪大学などとともに世界に類を見ない新たなエネルギー作りに挑戦することを発表しました。それは牛ではなく牛から出る糞尿です。おこっぺ町は糞尿を活用したエネルギーで町づくりを目指しています。新しい世の中を作っていける一つの大きな手段だと思いますので、まだまだスタートですけども、非常に大きな宝物だと思ってます。酪農が盛んなおこっぺ町、年間5万トンの牛乳を生産していますが、一方でその3倍以上の糞尿が発生し、悪臭や水質の悪化に悩まされてきました。町は有り余る糞尿を処理する方法を模索。大阪大学との共同研究で去年、糞尿から発生するバイオガスを特殊な液体に注入し、紫外線を当てることでメタノールと蟻酸と呼ばれる物質を取り出す技術を世界で初めて開発しました。この技術、簡単そうですが、これまで世界中で数多くの研究者がトライしてきたんですけれども、なかなかうまくいかずにですね、これはもうドリーム反応と言われていたんです。メタノールは近年、二酸化炭素の排出が少ない燃料として注目されていますが、日本は全て輸入に頼っています。蟻酸もクリーンなエネルギーの水素に変換する技術の開発が進んでいて、将来のエネルギー源として期待されています。アムニウムが出せる限りずっと毎日のように安定して得られますので、おこっぺ町は3年後を目標にメタノールと蟻酸を大量生産できる工場を建設し、将来的には町内の公共施設や交通機関など町民が使うエネルギーの全てを糞尿を活用したエネルギーで賄い、持続可能な町を作る考えです。どんなことがあってもエネルギーは自分たちが作る、そして自分たちの生活は地域の産業で成り立っているという、そういう誇れる町を作りたいと。厄介者が宝物に。北海道生まれの技術が世界のエネルギーの地図を塗り替えるかもしれません。